おめえ親になったら立派な人間になってるって勘違いしてねえかっつって、子供の方が先進的ですよ。受験に合格したおばちゃん軍団がいてね、うちの子は何歳からこれこれやってて、計算は幼稚園でこれができるようになって、そしてこうやって合格したんですとかね、結構幅利かせる。教育って面白いなと思って、みんな真面目にやってる結果が国の全体の流れを変えてしまってるっていう。子供って、うん、すぐ大人になるじゃないですか、はいはいはい、それが面白いな、うん、本当に本当にもう長年やってるとね、あっという間にもう。どういう人たちが来るんですか？ゼロコでね、何をね、うん、俺これやりたいっていう人に育てるのをやってるわけですよ、うん、だからちゃんと自分の関心とか興味をつかみ取れて言語化できて、うん、聖地に語れるっていうか、そこがやれればまあ、幸せになれるんですよね、簡単に言うと。そこがもう曖昧で、与えられた枠組みを信じてるから、もうぐったぐだになって、40になって俺の人生に何だったのかって言い出すわけで、自分の興味に集中没頭っていうことも、ロボットも本当に重なっちゃってるんだけど、本当にそれだけを言い続けて25ですから。思考力が一つのうちの売り物なんですよ、うん。で、もう一つは野外体験なんですよ。うん、で、あとは親を変えるだと。まあ、大体3つが一番。親を変えるって面白いですね。どんないい学校、いいゼロ校行こうが何しようが、うん、家帰ったらお母さんがあなたね、いいとこ行きなさいみたいなね、本当に自分がやりたいことじゃなくって、親が信じてる枠組みのいいとこに行こうとするわけ。うん、でそれってもう、富山勝彦さんが言ってるけども、20年経ったらもうむしろ危ないと。だって我々の頃銀行行ってたじゃないですか。うんうん、で、今首切りの嵐でしょ。うん、だからそこの本当にこう自分のこう興味と関心で集中して生きていける人を育てる、こういろんな仕組みで、やっぱ親っていうのは最大関数、最大関数ですね。そう、そこでギャーってやっちゃうから、うん、そこを違うでしょって言い続けても、だから毎日言い続けないといけないみたいな。親って俺すげえ面白いなと思うのは、大したやつじゃねえのに大したやつだって錯覚しちゃってるところが面白いなと思って。親になるとね、おめえ親になったら立派な人間になってるって勘違いしてねえかっつって、子供の方が全然なんか子供に教えられることの方が多いっていうか、まあ、子供の方が先進的ですよね。そうだから裸の王様で見えたとまんま言うから、うん、向こうの方がクリアだ。でこっちはやっぱり先入観とかやっぱり世の中の価値観とかに縛られてるから、うん、株価が高いとか言われたらいいかなと思っちゃうみんな人間になっちゃってるから、うんうん、そこをいやつまんないって言える子供の方がやっぱり、と子供がつまんないことって本当つまんない、つまんない、本当にそう、本当にそう、子供がつまんないって言うんです、つまんないし、やっぱ YouTuber がなっちゃって言い出したの小学生からだから、うん、早い、はい、こっちが面白いっていうの、うん、すごい。俺だからあれですよ、全部子供がやってることが正しいと思ってますからね。おお、違う、名言が出ましたよ。子供が死ぬことが正しい、本当にそう思います、うん、それを26年間やってるんですね。そうですよ。親から抵抗ないですか？それはね、講演会に来てもらえばもうなぎ倒しますから。なぎ倒しますから泣き倒すんですよこっちでしょうがーみたいな。みんな薄々は思ってるわけ、生きてる。私はなんとか違うと思ってるから、あ、やっぱそっちかみたいな、うん、それも薄々は分かってましたね。受験って言ってる私ちょっと違ったかもね。本当にこの子がねやりたいことを見つけて没頭して、うん、それを仕事にでもできたら最高ですよねっていうことに気づいてもらうことを繰り返してる人生ですね。これ今ちょうどその激動というか、生き方働き方が今変わる時代だから、そのメソッドはすごくしっくりきますよね。僕なんかも言ってるんですけど、10年後のことなんか分かんないから。そうそうそう、だってホリエモン内田裕二たちがね、分かんないって言ってるのに、なんか語ってる人いるじゃないですか、怪しげな10年後こうだからって。だから分かんないこと前提じゃなくて、こうなった時にどうなるか誰も分かんないですもんね、うん、だってフェーズが変わりますからね。フェーズが変わっちゃうから、うん、生き残って人生を満喫してくれればいいわけで、簡単に言えば、うん、でその時にはやっぱり自分の関心みたいなのが一番大事で、そこはブレないとか、であなただけのものだから、うん、そこに集中していく人を作りたい。生き生きしてる人は生き生きしてますからね。いや本当に本当に。具体的にその教室に行くと何するんですか？まあ謎ペイっていうのがですね。謎ペイ。僕が順番に言うと、一番注目したのは、その混迷してるやつらって考える力がないなと思ったわけです、うん、見える力と詰める力ってやったんですけど、うん、ここでしょ本質は
ていうのの当たり具合の差なんですよ。でつまりなんとか中学に合格するっていうのは傾向と対策取れば通れるけど、うん、そこはもう所詮入学用のあれであって傾向対策力であって、うん、社会に出たら誰も思いついてない何かを思いつかなきゃいけないし、誰も見えてないこっちだし本質って言わない、ここの差なんですよね、本当の頭の差なんて。でそこは何か見える力っていうことで、でも図形でいうと補助線が引ける力っていうか、うん、でも俺ね、例えば数学で思いつくあの力っていうのはそれに近いと思うわけですよ、うんうん、そうですよ、うん、だからまあ数学に注目したんですよ。数学の補助線が浮かぶ力とか、うん、アイデアが思いつかぶ力とか、鍵が思いつく力とかが一番近くて、だから数学がすごく楽しくて、ここの中学はこれが出るからこれを100回練習しなさいが今までの塾の形だって、まあ、そう言わないけど俺ね、うん、唯一、うん、俺もの思い出は小学校3年生の時に筆算を始めるんですよ、わかります、そうだ、筆算を始めて、俺あの公立の小学校通ってたんで、無敵だったんですよ、そりゃそうでしょ勉強は、はいはいはい、ただ唯一筆算のスピードで負けたんですよ、で超ショックで、やってる、俺が勉強で負けることなんてなかったのに筆算で初めて負けて分かる、その作業の練習してた、結構ショックで、いやお前何やってんのって聞いて、お前ちょっと俺連れて行けっつって教室に体験入学したので、作業を効率化する仕組みだっての分かって安心してやめた。やめたってか言ってない。でもちょっと分かったから、分かったから、あ、なんだこの作業を効率化する仕組みだと思って、自分でそれなりのことやってスピードで勝てるようになって、まあ、それでいいかな。全体を底上げするときにね、それをしっかりやってくれた人が多いのも分かるし、だからね、もう本質論では全くないですよ。本当作業力なんですよ、あれ、うん。そうなんですよ。ね。だからそれが必要だった時代には別にいいと思うんですよ。うん、そうそう。本当に考える力って全く別でしょうがーって言ったのが僕の謎プレイで、それシンクシンクとアプリになって Google が表彰してくれたみたいな流れで。今からの世の中って、そうやってただ作業ができる人って、うん、それこそロボット AI がやる世界だから、全部変えられちゃうから。計算とか特にね。そうそうそう。そう、いらないから。いらないんだよ。やる必要ないんだよ。やる必要ないのにやってるから、からそれはちょっと謎だよね。30年後はやってないでしょ。やってます。俺はね、そういうのはずっと続くと思ってますよね。どっちかっていうと。だから僕は言ってるんですよ。いいんですよ。やってても別にいいんだけど、その役には立たないよねって本質的にはね。本当に。いやもうそれね、でもなかなかね、お受験に合格したおばちゃん軍団がいてね、うちの子は何歳からこれこれやってって、計算は幼稚園でこれができるようになって、そしてこうやって合格したんですがね、結構幅利かせた。大人になって社会に出て新しい仕事を作るとき何の関係もねえじゃんって話。やっぱ一回戦争に負けたからね、妙に自信なくしてて。だけど、すごい文化の厚みがあるんだ。そう、本当にみんな知ってるし。書道をね、あれだけやってる国民ってすごいですよね。あれをすごく美しく書くっていうことに集中していくなんて思いつきもしないじゃん、他の。文化的な厚みがすごいあるのに、それがまあ生かされてないっていうか。いや、やっぱ一回負けちゃったのが大きくて、もう俺たちダメだったよね、みたいな。でもやっぱ奥にある、こう、帯同が堀江門海みたいな感じ。違うでしょっていうやつも出てくるって、ちゃんと。どうなんですか、その学校教育とのその関わりといいますか。学校教育でいうと、世界的な平均でいうと日本の学校はまだ高い的なこともあるし、我々から見るともう旧体全たる何も伸びないことの、ちょっと知識体系をやってたって何も役立たないじゃないですか、働く頭を作んないと。そうそうそう。そうでしょ。だからそういう意味で変えようと思ってるし、で実はもう12年かな、もう公教育関わって、結局塾ってお金持てる人が来るから、それはダメで、高教育変えなきゃっていうので、一生懸命かかってきたんだけど、まあ結論はですね、まあ結論は政治マターだなと。つまり、仕組みさえ変えてあげれば、学校の先生はついては来るなっていうのがこう見立てですね。それを、えいって、要するに今はまだまだその、
指導要領ってのあって、これを順番に習いなさいってなってるけど、所詮知識体系であって、うん、思考力にも触れてないし、生きる中でのね、人間力には何も、実は何も伸ばしてない仕組みなんですよ。で、部活で伸びてるし、文化祭で伸びてるし、友達関係で伸びてるわけですよ。で、塾で伸びてるわけですよ、うん。それを、えいって変えるのっていうのは、もう、うん、えいってもう学校の仕組みを、変えてもらうのが一番早いかなと思ってますね。だからその一番とんがった人が教育にね、もうゼロコエネコ全部そうだけど、行き始めてるのは、まあ、一つのいい信号だなと思ってます。